材料の下ごしらえはこれであらかた済んだな。鍋を探しているのか？こちらに準備してある。茶碗蒸し用の蒸し器もそこに出しておいたぞ。俺が好きで手伝っているのだから気にしないでくれ。これほどメニューを考え抜いてくれたのだ。お前一人に任せきりにするのは忍びない。この通りじっとしていられない性分というのもあるが、1秒でも離れたくないというのが本音でな。座って待つだけではもったいないだろう。ああ、お前も同じ思いなのか。よかった。味付けは頼んでもよいか？お前の愛が込められた手料理、楽しみにしているぞ。そろそろ冷蔵庫に寝かせておいただし巻き卵がいい具合なのではないか？綺麗なハート型に固まっているといいな。一緒に扉を開けてみよう。よし、我ながら美しい出来栄えだと思うのだが、どうだろうか。確認してくれ。そちらの風船も素晴らしい仕上がりだ。より一層場が華やいだ気がするな。これもお前が選んでくれたからこそだろう。ん？どうした？何か言いたげな顔をしているが。ハッピーバースデー？いかんな。準備に熱中するあまり、何のために部屋を飾り付けているのか忘れてしまうところだった。祝いの言葉、感謝する。幸福を形にするなら、今日の誕生日パーティーが何より当てはまるだろう。一瞬一瞬がまるで永遠にも感じられるかのようだ。お前と共同作業ができたおかげか、どこもかしこも眩しく見える気がするぞ。では席に着こう。そしてもう一度祝ってくれたら嬉しい。良い一日だった。手放しにそう言えるのは幸福なことだ。どのひとときも軽やかに紡がれるピアノの音色のようにきらめいていた。まぶたがくっついてしまいそうだぞ。もっと俺に寄りかかるといい。眠ってしまっても構わないんだ。ベッドまで運んでやるからな。うん、お休みのキスをと思っていたのだが、吐息が熱いな。俺の思いまで煽られて溢れ出してしまいそうだ。まだ眠りたくないか。これ以上嬉しいことを言ってくれるな。俺も本当はお前がもっと欲しい。これで終わりにすることはできそうにない。あまりの愛苦しさに心の奥底までも暴かれてしまう。こうしていつまでもお前とつながっている。